What's up, guys? It's your boy Shadow Laughs, and we're here. Digimon Survive. So, yeah. Shout out to everybody watching live at twitch.tv/ChowGardenHQ. Let's see what this game's about. に手は出させない。 Yeah, so this is like Tactics, a visual novel, and Digimon all in one. Thank you.
Alright, now we're learning about, like, our magic moves.耐えられない。お前がいなくなったら俺は。あなたはどうか家に帰って。おはよう。昨日寝れた？今朝地震あったよな。マジでビビった。教育史跡ってどの辺でしたっけ？ちょっと待ってね、こっちに詳しい地図。おはよう。もうびっくりさせないでよミノル君。ごめんごめん。朝から元気だな。ミユ、そろそろ起きろよ。おいミユ、飯が冷めるだろ。あいつまた一人で。ビー。あ、雪？じゃあ取るよ。おい邪魔だろ。わあ態度悪。そんなんじゃ女子に嫌われるよ。うっせえな。続いてニュースです。今朝5時頃、鹿野部市で震度3の地震がありました。
これ、ここじゃない？事故が起きており、警察や消防では地域に警戒を促しています。ここは一体…群発する地震により土砂災害の危険がありますので、引き続き鹿野部市近隣にお住まいの方。おいおい、見学先の安全性とか大丈夫なのかよ。よし、みんなそろそろ出発の時間だ。引率の OB の言うことをよく聞くように。遊びに来たんじゃないんだぞ。時間厳守で行動すること。てりえ、たくま？ああ、なんでもない。今日は史跡巡りだっけ？あんま面白くなさそうだよな。ミノル、まあそう言うなよ。僕も同感だけど。こら、二人とも、そんなこと言ってはダメよ。遊びに来たんじゃないって言われたでしょ。はーい、葵さんごめんなさい。またそうやってふざけて。Alright, you know that we're going with anything with the ladies. Aoi-san, what kind of course will it be today? First, it's Sakura Namiki.それとここ、それにここもかしら。ミノルくんはキャンプの趣旨ちゃんと分かってます？ああ、この土地に伝わる伝承とか土着信仰とか、なんか独自なものがあって面白いんだってね。まあ、俺にはそこまで面白くはないけどな。いいんですよ、野山でのびのび羽を伸ばせればさ。
クマくんだけが頼りよ。ミノルくんの家事を取ってくださいね。いや、僕もミノルの保護者ってわけじゃないし。ああ、どうしたんだ。ほら、まただよ。また落石事故のニュース。ああ、ここのところ連日よね。大丈夫かしら。大きな地震の前触れだと怖いわね。いや、それもだけどさ、ちゃんと見てよ。これ今日見学に行くところの近所だよ。あら、本当だわ。今日の予定は大丈夫なのかしら。はい、皆さん落ち着いて。大丈夫です、大丈夫ですから。何か問題がある際には先生からちゃんと指示がありますから、落ち着いてください。安全確保に関しては先生方や保護者の皆さんでちゃんとやってくれているはずだし、大丈夫だから。本日の目的地の史跡へさあ向かいましょう。ああ、まだやってるよ。修二さんも真面目すぎるんだよね。二つも年上の高校生に失礼なこと言わないの。はーい、葵さん。ミノルくんは私が上級生ってことも忘れてはいないかしら。葵さんも俺が下級生ってこと忘れてない？もっとさ、こうこらーってさ、上級生活吹かせて叱ったりしてみようぜ。そんなの私にできるわけがないでしょ。さあ私たちも行きましょうね。たくまくんも。そうだな、行こうぜたくま。って感じだよね。本当ね、自然が豊かな場所だからかしら、なおさら綺麗に見えるわ。キャンプに来てよかったな。この先の史跡も楽しみになってきたよ。本当ね、なんだか私もワクワクしてきたわ。ああ、turn those off so you guys can read along. ま、ちょっとは面白いもんが見れそうかな。お、あんなとこにサキとリョウがいるぜ。先に史跡へ向かっていたのね。
Her looks are famous. の桜を前にして舌打ちって人としてどうかしてるって、まったくこんなにもうららかな校外学習日和だってのにさ。そんな日和聞いたことねえよ。Totally weak sauce. Thank you.
見て、この桜、綺麗ね。葵さん、知ってる？桜の木の下にはね、死体が。ああ、そういう話は今はいいから。それより、私たちもそろそろ史跡の方へ向かいましょう。みんなが向かった方はなんか参道じゃない？大変そうだな。Hopefully we get Digimon soon. What? あんなところに。え？なんでパトカーが？どうやらここから先は封鎖されているようだ。
ああ、本当だ。立ち入り禁止のテープも貼ってあるわ。もしかして、ミノルが言ってた落石事故とかと関係あるのかな？だったらやっぱ心配してた通りじゃん。何が大丈夫ですからだよ、ノートクマ。困ったわね。史跡まで行くにはここを通らないと。何の史跡だっけ？だからどうしてミノル君は予習してないの？ほら、獣神にまつわる祭事の跡地の。その獣神ってのが俺にはピンとこねえんだけどな。仕方がないわ。ここはひとまず引き返すしかないのかしら。引き返す前に何があったのか、あそこで話を聞いてみようぜ。Thank you.
れ、あんなところに亮と咲だぜ。先に行ったと思ったらあんなところで寄り道してたのか。それよりあの女の子は誰かしら。よいか、よろしいかな。この落石事故は獣神様のたたりなのじゃ。たたりって今時？け、くだらねえ。そう、無遠慮で態度の悪いよそ者たちが来て山を荒らし、獣神様はお怒りじゃ。この神聖なる山は獣神様を祀った社のある獣聖域。ういそれと足を踏み入れてよい場所ではありませんのじゃ。なにが獣聖域だよバカバカしい。大方わけのわかんねえ石とか木彫りの熊みてえなの拝んでるだけだろ、田舎もんが。亮ったらちっちゃい女の子には強気に出ちゃって。ばっちげえよ。け、田舎もんって失礼だな。この辺りにはね、ちゃんと立派なお社があるの。新しく建てられたまがいものじゃなくて、地元の人しか知らない由緒ある本物の神社がね。神社って普通は古事記に載ってるような神様が祀ってあるんじゃないの？それかお稲荷様とか、そんなのかな。違う違う、地元の人しか知らないような不思議な獣の神様なの。うちもさ、こっち来てから初めて知ったんだよ。見たこともないような神様でさ。け、んなもん本当にあるのか。あります、ありますとも。あなたのお名前は？ミュウ。お姉ちゃんは？私はサキ。それでこっちの態度悪いのがリョウ。ねえねえミュウちゃん、その地元の人しか知らない神社案内してくれるかな？え？そりゃいいけど。なんだ物好きだな。そんなもんあるわけねえだろ。あるって。だってほら、見学の予定なくなっちゃったし暇だしさ。戻ってもどうせ穴埋めの教材学習でしょ。寮だってあれ苦手じゃない。今日もさ、ついでに見に行かない？きっ、くったらねえな。くだらなくなんてない。そうかいそうかい。おいガキ、だったらそこ案内しなよ。嘘だったら承知しねえぞ。自然
席の代わりの校外学習になるわけもないでしょうに、サキさんったら。いや、そういう殊勝な目的じゃないと思いますよ。大体何の神社かもわからないのよ。勝手に行っていいわけないわ。わからないの？少なくとも地図には載ってないわね。本当に地元の人しか知らない神社なのか、それともあの子の作り話なのか。なあ、タクマ、どうする？うん、面白そうだな。サキたちについていっていいかな？そうそう、俺もそう思ってた。おい、そこの女の子。ち、うっぜーのが来やがって。獣神様の神社、面白そうだね。俺たちもついてっていい？いいよ、人数多い方が楽しいし。ありがとう、よろしくね。こちらこそよろしく。つうか、何こっちの話立ち聞きしてんだよ。お前らは仲良しグループで真面目に課外学習をやってろよ。さあ行くぞ、ミュウ。まあまあ、そう言わないで。もう、リョウったらめんどくさい性格してんだから。ごめんね、ミノル、タクマ、アオイちゃん。ねえ、待ってよ、リョウ、ミユちゃん。ああ、行っちゃった。とにかく僕たちは次にどこに行けばいいか、誰かの指示があるまで待とう。それか、このまま校舎まで引き返すか。それはそれで面倒なんだけどな。それよりも何があるかわからないし、やっぱりサキさんたちを追いかけないと。そうだね、後を追いかけよう。なんだか暗くて薄気味悪いトンネルだな。ああ、それに、なんだかここだけ気温が低いような。背筋が震えるっていうか。ちょっと、変なこと言うのはやめて。まさか、心霊スポット的なあれだったり。探さないとでしょ。サキさんたちいないわね。もっと先に行ったのかしら。おーい。あ、誰か来たぞ。ほら、シュウジさん。ダメじゃないか、みんなとはぐれてしまっては。土砂崩れで研修先に行けないトラブルがあったのに。すんません、
でも、サキとリョウがこの先に行ったみたいで。まったく、リョウ君も年長者としての自覚を持ってほしいものだ。名簿にサキ君たちの電話番号があったはずだから、とりあえずかけてみるか。にしてもさ、あの女の子が言ってた獣神ってどんなんだろうな。さあ、多分何かの動物なんだろうけど。もう、ミノルくんたら、今日行く予定だった史跡の説明聞いてなかったの？この地方に伝わる獣の姿をした神様だって教えてもらったじゃない。あの子は他では見たことないって言っていたから、きっとこの土地の珍しい動物なんじゃないかしら。それが神様になってたたりを起こしてんの？嘘だ、そんなのあるわけないじゃん。昔の人はわからないことを神様のせいにしたのよ。それでお供え物をしたりしてたたりを沈めようとしたの。きっとその神社も今はほとんど人が来なくなっちゃって、地元のほんの一部の人だけが参拝に来るくらいなのよ。ま、そんなもんだよな。ダメだ、サキ君だけでなくリョウ君にも繋がらない。電波が届かないようだ。そっか、こんな山の中じゃ電波も届いてるか怪しいですもんね。君たち、確かにこっちの方向にリョウ君たちが行ったんだよね。それは、はい、間違いないですけど。この辺にはあいつらはいないようだな。神社はもっと先か？地図に載ってないからどこを探していいかわからないわ。仕方ない、とりあえずリョウ君、サキ君たちを拾って早く学校に戻ろう。このトンネルの先だね。よし、行こう。
じゃあ一緒にリョウ君とサキ君を連れ戻そう。って言ってもどっちに行けばいいのか。なあ、誰か近づいてきたぜ。すまないが、そこの君たち、確かキャンプの参加者だよな。俺はここら辺に住んでるもので、今妹を探しているんだが。妹さんを？ああ、あいついつもフラフラと勝手に出歩く癖があってな。妹は、なんていうか、小動物っぽいやつだ。人見知りで、気弱な感じで、守ってあげたような。そんな女の子は見なかったな。サキたちと一緒にいたミウってことはイメージがだいぶ違うしな。ミウ、今ミウって言ったか。おう、言ったけど。ミウちゃんってあの子よね。猫耳みたいな帽子をかぶった小学生くらいの。ああ、そうだ、あったのか。俺たちが見た子はもっと頭のおかしい子だったよな。ちょっとミノルくん、失礼よ。いやでも、あれを人見知りとか守ってあげたいとかは違うだろう。お前らの評価なんてどうでもいい。それでミュウはどこに行ったんだ。実は私たちも人を探している途中なの。俺たちと一緒にキャンプに来てるやつとさっき神社に向かってってさ。それで俺たちはそいつらを連れ帰りに向かうところなんだ。そうか、またあいつが勝手に。どうもありがとう。あそこには入っちゃいけないって言われてたのに。俺はカイト。よかったら君たちと同行させてくれないか。目的は一緒のようだしな。いいぜ。それに神社の場所、実は俺たちよく知らないんだ。ああ、だったら俺が道案内しよう。ここで生まれ育ったわけじゃないにせよ、もう何年か住んでるからな。その神社の場所なら知っている。任せてくれ。俺はミノル。そんでこっちがタクマで、こっちがアオイさん。僕は引率の修士。よろしく頼むよ、カイト君。って春だよな。決まってるだろ。今が春じゃなきゃいつが春だって言うんだよ。ならさ、北国でもないこの場所で春先に雪が降るものなのかな。
何を言って…え？本当だわ、雪。季節外れのなんていうにはちょっと外れすぎだと思うんだよな。確かに。こっちじゃ先週も降ってたな。地元じゃ異常気象だって話してた。最近あちこちでそんなニュースを見かけるよな。おい、なんかすげえ吹雪いてきたんだけど。危険だな。僕が見てくるから、みんなは先に帰ってもらえないか。それより、すぐそこのトンネルに入りませんか。これじゃ校舎へ帰り着く前にどうにかなっちゃうかも。確かにそうね。室内じゃないけど、こんな場所よりはずっとマシだと思います。それもそうだな。よし、みんな、とりあえずトンネルに避難しよう。サキたち、こんなとこ通って行ったのか。葵さん、大丈夫？顔色が悪いみたいだけど。うん、大丈夫。雪のせいかしら。ここ、外よりも寒いくらい。ミユのやつが一緒だったなら、気にせず進んだろうな。あいつは慣れてるから。暗くて足元も悪いから慎重に進もう。本当に真っ暗だな。ほとんど前が見えないよ。でもこういうのなんか探検みたいでワクワクしてこない？ほら、遊びじゃないんだぞ。でも確かにこれじゃ危ないな。そうだ、カメラのライトを使えば。うわ、怖え。あ、もうやめてよ、ミノルくん。いきなり大声出すなよ。こっちまで驚いたじゃないか。ごめん。でもこんなの見たらさ。これは、しめ縄か？こんなところに、どうして？もしかしたら、ここは神聖な場所として祀られているのかもしれない。そういえばさっき、あそこには入っちゃいけないって言われてたと言っていたね。ああ、この村じゃたたりがあるとかって、子供たちが遊び半分で入らないように強く言い聞かされてるのさ。トンネルの入り口から風が。
うわ、やばいな。外はだいぶ吹雪いてきたみたいだ。3人も危ないんじゃないか。急いで神社に行って連れ戻さなきゃ。そうだね、急ごう。あれ、吹雪は？トンネルじゃないのに、どういうことかしら。ラッキー、すっかり呼んでるじゃん。というより、トンネルのこちら側は全然降ってなかったって様子よね。それにこの花、なんかすごくない？森一面真っ赤だ。なんだっけ、図鑑で見たことある気が。これって彼岸花よね、確か。そうだそうだ、それだ。でも、彼岸花って確か春じゃなくて、そう、秋に咲く花。一体どういうこと？おい、急ごう。すぐにここも雪が降ってくるはずだ。とにかく神社へ行こう。うん、そうだね。案内をよろしく頼むよ。この辺りに咲たちはいないようだな。神社はこの奥か。
こんな森の中に神社なんてさ、参拝客とかって来るのかな。まさか。むしろ絶対に近づくなって強く言われてるぜ。おかしいわね、サキさんたちの姿どこにもないわ。さっき人影は見えたんだけどな、どこ行ったんだろう。ちょっとこの辺りみんなで探してみようか。見た目は普通の神社っぽいけど。なんかすごい雰囲気のある神社だな。変な模様があちこちにあるぜ。やっぱあれだぜ、きっとおっかねえ邪神像でも中に祀ってあるんだぜ。邪神かどうかはわからないけど、何か祀ってあるのは普通じゃないわね。なんだろう、動物？鳥？それか爬虫類。判別がつかないけど、いろんな動物の模様があちこちに見えるわ。おお、なんだこれ、狛犬？いや犬か。確かに見たことねえもんばっかだ。すげえ。こら、ミノルくん、今は写真なんか撮っている場合じゃないだろう。でもさ、撮影はやめておこうよ。みんな真剣にサキたちを探してるんだ。そうよ、早くサキさんたちを見つけてあげなきゃ。こんな場所できっと不安だろうし。わかったよ。ほら、さっさと行くぞ。早く見つけてやんねえと。ああ、ごめん。それじゃあ行こう。すごいな。本当に獣を祀った神社なんてあるんだ。変わった御神体なんてそりゃ日本中にあるけどさ。タコを祀ったのとか、曲がった巨木とか、あと割とポピュラーなのでエッチな形のを祀ったやつとかさ。そういう話はやめないか。女の子もいるんだぞ。もうミノルくんってば。それにしてもここって今回の課外学習の伝承にまつわる場所なのかしら。伝承？さあどうだろうな。さっき話した通り、
ここには足を踏み入れるなって言われてるし、あまり、ただ地元ではここじゃ神隠しが起きるなんて話もあるぜ。そうなの？怖い話ね。なんだ今の音、聞いたことのない音だったぞ。風で木か何かがきしんだ音だろ。そんなことより早く探すぞ。みんなあまり離れないように。It's getting late, so we'll do more next time. Make sure you like, comment, subscribe. Peace.